拉致被害者家族の悲痛な訴えに対して、安倍政権は拉致問題の解決の糸口をつかむことができるのでしょうか。中継です。はい。安倍政権は拉致問題を最重要課題と位置づけていますが、一方で核やミサイルの問題も抱えていて、難しい対応を迫られています。この5年間、具体的な成果を出せなかったのでありますので、私ども熟知する思いの中で、今全力で取り組んでおります。安倍総理としてはミサイル問題に拉致問題を埋没させないという立場で国連総会の場でのアピールなど国際社会への働きかけを繰り返しています。一方である政府関係者によれば水面下では複数のルートで北朝鮮側と接触しているもののトップの金正恩委員長に通じるルートなのか定かではないとして北朝鮮側の意図を測りかねています。このため安倍政権としては北朝鮮への圧力を最大限に高めることで拉致問題でも北朝鮮側から対話を引き出したいという狙いがあります。ただ拉致被害者家族の高齢化も進んでいて待ったなしの状況となっています。